新しくオープンしたお店、皆さんご存知ですか？今日はカフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが新店舗のカフェとグルメ6店舗をご紹介します。それでは冬の新店舗特集スタート。最初のお店はザ・ベージュハウス国分寺。京都で人気のカフェアンウィークエンダーホームの姉妹店が東京にオープンしました。韓国人プロデューサーハヌリさんによるお家で過ごす週末がコンセプトのおしゃれカフェです。なんとこのブックカバーのようなものがカフェのメニューなんです。ドリンクはコーヒーの上にクリームをのせたアインシュペナーを注文しました。スイーツはソンカラティラミスのタルギとクロッフルのキャラメルチーズ。クロッフルは提供されてから目の前でチーズを削ってもらえます。そしてチーズの上からメープルシロップをかけて完成です。食器も机の上に置いてあるインテリアもとっても可愛くて写真映えします。クロッフルは固めのザクザク食感で食べ応えがあります。チーズの香りが豊かで甘じょっぱくて美味しいです。ソンカラティラミスのビスキュイはサクサク食感です。クリームとイチゴとの相性も抜群でした。続いては北海道札幌発の一人鍋専門店、渋谷に上陸したくまちゃん温泉をご紹介します。北海道の自然や温泉をモチーフにした店内が楽しいです。くまちゃんの種類は全部で7種類。豆乳スープや担々スープなど、味によってくまちゃんの色が違います。くまちゃんの出汁とメインの食材、締めを自分で選ぶことができます。くまちゃんは食物繊維とコラーゲンでできているので、頭をプルプルと揺らしながら登場します。今回は豆乳スープの癒しの湯とトリコラーゲンスープの美肌の湯を注文しました。火にかけるとだんだんくまちゃんの出汁が溶けていきます。出汁の味も選べますが、豊富な種類のつけだれ、調味料、薬味もバイキング形式で選べます。今回注文した特選麺恋セットにはお野菜やきのこ、豆腐の他に北海道産のお肉、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏つくねがついてきました。お肉は牛肉のみや豚肉のみというセットもありました。お出汁の味も美味しかったんですが、私はつけだれの蜂蜜レモンだれが甘酸っぱくて本当に好きでした。可愛くて楽しくて美味しいお店、ぜひ一度行ってみてください。続いては直径約5センチのミニドーナツ専門店、自由が丘の駅近くにオープンしたミニドーナツファクトリーをご紹介します。ドーナツは1箱8個入り。この日はスイート系からお食事系まで10種類のラインナップでした。ドーナツファクトリーをコンセプトにしたお店で、ガラス越しからドーナツを作る様子を見学することができます。はい、ハラペーニョ。大丈夫か？
テイクアウト専門店ですが、カウンターテーブルがあったので揚げたてを一つずついただいてから持って帰りました。私たちが注文したのはナチョスとハニーレモンのドーナツです。バニラグレーズとハチミツ、レモンピールが乗ったドーナツとチーズソースとベーコン、ハラペーニョが乗ったドーナツです。揚げたてはほんのり温かくてサクサクで美味しかったです。続いては祐天寺の人気カフェトルストリュールの姉妹店、日本橋にオープンしたグアンをご紹介します。こちらではトルスで人気のオムライスとリュールの季節のフルーツタルトをいただけます。こちらがそのツナの和風オムライスです。追加でチーズをトッピングするのがおすすめです。こちらのオムライス何度か食べたことがあるんですが、正直本当に美味しいです。中のライスがツナの和風ご飯になっていて、周りを半熟目の卵で覆ってあります。オムライスだけでも大満足のお店ですが、ぜひこのフルーツタルトも食べてほしいです。この日は季節限定のチョコとイチゴのタルトとピスタチオとイチゴのモンブランタルトをいただきました。しっかりとピスタチオを感じるクリームも、濃厚なチョコタルトもどちらも美味しかったです。続いては美容室やカフェ、セレクトショップなどが集結したお店、自由が丘にオープンしたミニマルマートコーヒーをご紹介します。こちらの店内ではナチュールワインやクラフトビール、おしゃれな雑貨の販売も行っています。カフェではデンマークのプロログの豆を使用したコーヒーや、ガーデンハウスクラフトで人気のチーズケーキをいただくことができます。ピスタチオのチーズケーキは冬季限定です。ラテも美味しそうで、ケーキのお皿もとってもおしゃれです。国産の素材にこだわった3層のチーズケーキは滑らかでしっとりとしています。シシリー産のピスタチオペーストを合わせた濃厚なチーズケーキも美味しかったです。ほんわかとした可愛い店員さんがいるカフェで落ち着くひとときを過ごせました。続いてはハワイの老舗ホテルをイメージした本格ハワイアンレストラン、銀座にオープンしたザ・アイランドをご紹介します。コーヒーはハワイを代表するブランドのライオンコーヒーです。スイーツはマラソダのシュガーとシナモンシュガー2種類を注文しました。もう一つはロールパンケーキをシェアしました。ロールパンケーキにはジャムとホイップクリームがついてきます。ロールパンケーキは名前の通り、薄く焼いた生地を丸く巻いたパンケーキです。生地にはメープルバターがたっぷり染み込んでいます。続いてハワイの定番スイーツ、マラソダをいただきます。温かい状態で提供され、ふわふわの軽い食感です。ガーリックシュリンプやバーガーなど、いろいろなハワイアングルメもあり、カフェだけではなくお食事も楽しめるお店でした。銀座という立地ですが、比較的リーズナブルな価格設定なのも魅力的でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。冬の新店舗特集、お楽しみいただけましたか？このお店知らなかった、行ってみたいと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
次回は今が旬のあのスイーツのご紹介です。お楽しみに。